この間から課題取り組んでいただいてどうもありがとうございました。先生から送っていただきまして、皆さんの分、今日初めて来た人も何人かおられますね。その方の分はちょっと見ていませんけれども、小論文講座ということで、お話ししてきたことを今日はまとめということになります。で、前回のことを少しだけ振り返っておきますが、この小論文というのはどこまでも文章を読んで、そして自分なりに考えて、そして考えたことを文章で人に分かるように表現するという、これだけのことをしてもらわないといけない、短い文章でありますけれども、かなり、いろんなことが要求されているわけです。で、それは何のためかということをお話ししましたが、実はこれは大学で学ぶということが基本的にそういうものだというお話もしましたね。ところがもっと言うと、これは世の中出てからも自分で物事を読んで、そして自分なりに考えて、そしてこれを人に分かるように伝えていくという、これ基本的な人間としての力であります。だからどこに就職するにしても必ず必要な力なので、このことを見てみたいということで、特に大谷大学は課題文を読む小論文の入試を実施していると、こんな話をしてたわけですね。そして前回特に課題文を読んでいただいて要約するということをこれ授業の中でやりました。もう繰り返しませんけれども、自分なりにチェックをしてですね、どこが関係しているか、どこがキーワードかという、これをやってもらって、それを文章にまとめてもらう、これが半分のことでした。で、それを踏まえてあなた自身の意見を聞かせてくださいという、これが後半ですね。これをお願いをしていたわけであります。で、実際今日は書いたものを見ながらですね、お話を進めていきたいというふうに思っております。お手元に、いろんな資料言ってるかと思いますが、まず見てほしいのはこの小論文セミナーの要約意見論述事例集と書いた、これを出してください。柴田先生にもはじめ見ていただいてですね、そして、評価を、ある程度つけていただいて、そして大谷大学の方に送っていただきました。で、その先生方と、僕も読ませていただいて、基本的に大体先生方と意見同じでありました。やっぱりよく書けている、あるいは書けていないという、そのコメントついたものを最後にお一人ずつで返しますけれども、その前に、かなり、こうよく書けているなというところから選んで、5人ほど出しました。これ誰が書いたか、名前も番号も書いてありませんので皆さんには分かりませんが、書いたご本人は分かると思います。ただこれは皆さんと、題材として共有するためのものですので、その一人一人を何か責めたりする、そんな趣旨は一切ありません。だからもう少しこうするともっと良くなるよというようなことも含めてご紹介をしていきたいというふうに思います。で、この5人のものを、題材に、させていただく、そこを了承していただきたいんですが、全体読んでまず感じたことは、要約とそれから自分の意見、あれほど分けてくださいねとお願いしていたのに、きちっと分かれていない人がやっぱり結構ありました。だら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 と要約している人、つまりどこまでが要約かが分からないという人もありました。それから著者の意見を一段書いて、次の一段にはもう自分の意見を書いている人がいました。つまり著者の意見と自分の意見とが交互に出てくるという、こんな人もいるんですね。とすると、これまず半分に要約してくださいということができてないというふうに見なされてしまいます。これ非常にもったいないですね。だから半分から上のところでは基本的に要約をしてもらうということ、そして後半のところでは自分の意見をまとめるという、この辺に留意しながら、この5人の方の、書いてくださったものを見ていきたいというふうに思います。ではまずこの資料集の方の1枚目、ページ打ってありますね、右下に1と書いてある、この方の、まとめというか、これは一応答案になりますね、回答になりますが、この回答を少し見ていきたいと思います。ちょっと1枚目ですから、ちょっと丁寧に読ませてもらいたいと思いますが、この文章は読書というテーマに基づいて、下記のように述べられていると。こういう書き出しもありですね。つまりこの文章はどういう文章だということを、以下のように述べられていますというわけです。これ下記というよりは以下とした方がいいかもしれませんね。で、
それをまとめて次のように書いてくれてますね。読書をすることはいろいろな体験をする動機づけをすることができる。これが一つ目で、そこで読書がきっかけで体験する世界が広がってくる。これが二つ目で、それ以上に必要なこと、まあ、これ本文では課題文では重要なとなってますので、重要なと書いてもらった方がもっといいかもしれませんね。それ以上に重要なことは、読書を通じて自分の体験の意味が確認されて、自分ではぼんやりとしかわからなかった自分の体験の意味が読書によってはっきりすることがあると、こうまとめてくれています。でさらに、また自分では言葉にして表現しにくかった事柄が優れた著者の言葉によってはっきりと言語化されるのである。で体験すること自体が重要なのではなく、その体験の意味をしっかりと自分自身で捕まえ、その体験を次に生かしていくことが重要なのであり、体験の意味を深めて経験としていくのである。こう書いています。これ非常に読みやすい形になっていると思います。なんでか分かりますか？適宜開業してもらってるでしょ。まあ400字で3つぐらいあればいいというふうにこの間話してましたが、この方、まあ全部で5段ぐらいに分けてくれてます。これ大変ちょっと読みやすいですね。分けすぎてもいけないですが、まあここ、適宜段落開業してもらってると思います。で結論として、自分の生き方を肯定してくれるような著者を探し、自分自身を勇気づけていくことは自己形成のプロセスとして有効であると主張している。これ最後の言葉大事なんですね。これ皆さんの中で書いてない人かなりありました。と著者は述べているとかですね、と著者は考えている、まあ、この方の場合はと主張しているというふうにまとめています。要するに、ここまでが著者の意見ですよということを最後に分かる形にしてくれたということです。これまあ心当たりあると思いますが、ようやく来たんですけども、最後に本文の言葉、課題文の言葉で終わっただけでですね、と著者は考えているとか述べているという言葉がない人がやっぱりかなりありました。これようやくよくできていても、この最後の決めの言葉がやっぱ欲しいですね。ここまでがようやくですよということを分かるようにしてもらいたいというふうに思います。でこれを踏まえて、私はというふうに展開しています。ただまあこの方の場合、もうちょっと欲を言えばですね、この自分の意見のところが少し弱いというふうに感じました。なぜか、それがですね、ちょっと読んでみますと、私はこの文章を読み共感できる部分があり、興味深い文章だと感じた。実際に本を読んだときに共感できることや気になることについて調べて、今まで知らなかったことに出会い興味を持つようになり、読書から学んだことがたくさんある。こう言います。ところが次に、例えばというのが欲しいんですね。例えば私の場合こんなことがあったとかね、その実例をここに挙げてほしいと思います。でこの方、次の段落、自分が考えていることや経験したことというこの段落は、実は課題文に載っていることをもう一遍、まとめることになっています。だからこれ、もしくは採点者によってはですね、これまた課題文の要約をここでしているというふうに見られてしまう可能性があります。だから後半下の方はやっぱり自分の体験をもとに自分の意見を述べるという、これにまあ精力を注いでほしいわけです。ですからはっきり言いますと、この方の今の自分の意見の2段落目ですね、これは課題文の要約に戻ってしまっているということで、ここはちょっと弱いと感じます。ですからその最後の段というかね、読書というのはというところも、これもこうしていきたいというような、ちょっといわば感想にこう終わるということが、起こってしまっているわけです。ですからせっかくね、上ようやくきちっとできたわけですから、それを踏まえて自分はこういうことがあって、だから読書というのはこういう意味を、自分にとっても持ったというな、そういう文章になると、これはもっともっと良かったというふうに思います。これが一人目の方の、回答であります。